有機分子触媒、有機分子触媒、有機分子触媒、オーガノケイトリストは、金属元素を含まず、炭素、水素、酸素、窒素、硫黄などの元素からなる、触媒作用を持つ、低分子化合物のことである。単に、有機触媒と呼ばれることもある。2000年に、デビット・マクミランによって提唱された。この定義では、 例えば、アシルカ反応に用いるダマップのような単純な加合物も,も有機分子触媒の範疇に入ることになるが、一般には精密な分子デザインによってエナンチオ選択的反応など高度な反応制御を行う触媒を指すケースが多い。20世紀後半に急速に発達した不正触媒は、そのほとんどが金属元素に不正要素を持った位子を配位結合させたものであった。 しかし2000年にマクミランは、金属元素を持たない二級網に誘導体よって、不正ディールスアルダー反応が行えることを示し、マクミラン触媒、有機分子触媒の概念を提唱した。それ以前にもこうした分子はなかったわけではないが、特に同年に、ベンジャミン・リストラが、プロリンのアルドール反応触媒能を報告したことから一挙に、大きな注目を受けることとなった。 有機分子触媒はそれまで用いられてきた金属含有触媒に比べて一般に安価である。廃棄物の毒性が低いなど環境負荷が小さいと見られるものが多くあるが、選択的毒性反応性がある場合や廃棄した合わせの自然分解性の低いものもあり、グリーンケミストリーの観点から高い有用性が期待されながら普及が進まない現状がある。また水や空気に対して安定であるため、 実験技術的な面からも大きなメリットを有する。現在世界的に問題となっている、レアメタルの不足、高騰を解決する技術の一つとしても注目を集めている。1970年代初頭に、プロリンを触媒として、不正ロビンソン管化反応を行う手法が、複数のグループから報告されていたが、ヘイオスパリッシュ反応、しばらくこの反応の原理が大きく発展する、ことなかった。 ところが2000年、リスト、バルバス、ラーナーラにより、プロリンによるアルドール反応は非常に一般性の高いものであり、多くの単純なカルボニル化合物の分子間反応に対して適用可能であるとが示された。この反応では、単にケトンとアルデヒド、触媒量のプロリンをダム疎中で拡反するという極めて単純な操作により、高周率、 高エナンチを選択的に目的のアルドール付加体を与え。このことは世界の科学者に大きな衝撃を与え、急速にプロリン触媒の化学が開花することとなった。プロリン触媒アルドール反応のメカニズムは以下のようであると考えられている。まず、プロリンとカルボニル化合物が三触媒によってイミニウムカチオンを生成し、エナミンへと異性化する。 ここにもう一分子のカルボニル化合物が孵化するが、この際プロリンのカルボキシル元との間に、水素結合を介した感情の繊維状態を経由し、立体選択的に反応が進む。プロリンは、孵化体と離れ、再び触媒サイクルに戻る。このエナミン中間体は、アルドール反応以外の反応にも有用な中間体となりうる。その後アルドール反応の他にも、 万日ヒ反応、マイケル反応、アルデヒドのアルファーイカンの大き化など、多数の不正反応へ展開され、プロリン触媒の科学は大きな成果を上げている。プロリンは極めて安価で、毒性もなく、反応にも難しい操作を必要としないため、理想的な触媒の一つとみなされている。また最近ではプロリンを適当に就職した、誘導体の触媒反応も検討され、 さらに応用範囲が広がっている。二級アミンは α、β 不飽和カルボニル化合物とイミニウムカチオンを形成し、ルモを下げることによってディールスアルダー反応を促進する。この二級アミンとして、フェニルアラニン由来のイミダゾリジノン化合物を用い、不正ディールスアルダー反応を行えるようにしたものをマクミラン触媒と呼ぶ。有機分子触媒の概念の先駆けとなった。四級。 アンモニウム塩構造を持つ、相関移動触媒に不正要素を持たせることにより、不正アルキル化反応などを行える触媒が報告されている。触媒としては、丸岡刑事らによって開発された、ビナフチル骨格を持つもの、キニーネなど、新古なアルカロイド類に手を加えたものなどが用いられる。頭から誘導したケトンを触媒とし、 オキソンなどを酸化剤として不正エポキシカを行うもの。ジオキシランが活性中間体となる。チーチアスラが報告した。死不正エポキシカと呼ばれ、近年進展が著しい、チオニ尿素誘導体は、二つの窒素に結合している。水素原子が水素結合する際、キレーとするようにカルボニル酸素を挟み込むため、弱いルイス酸として採用する。これを利用して、 不正ディールスアルダー反応などを触媒する地を、尿素誘導体が報告されている。チアゾリウムジを、イミダゾリウムジオなどに、共演器を作用させて発生させる N。ヘテロサイクリックカルベン誘導体によって、不正ステッター反応、不正ベンゾイン縮合などが行えることが、報告されいる。シンコナルカロイドによる、不正、モリダ、ベイリスヒルマン反応、4。 ジメチルアミノピリジン誘導体による不正アシル化反応なども研究されている。また最近では分子内にルイス酸、ルイス塩基部分を合わせ持った分子によって金属を用いない触媒的水素化反応が達成され注目を集めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。